ジュノーはアメリカ海軍の巡洋艦。アトランタ休憩巡洋艦の9番艦。艦名はアラスカ州ジュノーにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。本艦以降の3隻はジュノー級として分類される場合がある。ジュノーはニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディング社で1944年9月15日に寄港。 1945年7月15日に B.L. バートレット夫人によって浸水し、1946年2月15日にルーファスイーローズ艦長の指揮下収益した。収益初年度、ジュノーは大西洋岸とカリブ海沿いに作戦活動に従事した。朝鮮戦争に先立って地中海へ3度の巡航を行う。 1947年4月16日にニューヨークを出港5月2日にトリエステで第6艦隊に合流しイタリアとユーゴスラビア間の領土問題解決への援助を行う引き続いてギリシャに向かい共産勢力に対して警戒を行った訓練のため11月15日にノーフォークに帰還したジュノは 翌1948年6月14日から10月3日まで、再び第6艦隊と共に活動し、その後1949年5月3日から9月26日まで3度目の地中海配備を行った。ジュノは1949年3月18日に、クラマイナス119に、艦首変更され、11月29日に、ノーフォークを出港、太平洋に向かう。 1950年1月15日に、ワシントン州ブレマートンに到着し、太平洋岸沿いに、作戦活動に参加した。4月22日に、第五巡洋艦隊司令官、J.M. ヒギンズ少将の帰還となり、6月1日に、日本の横須賀に、到着、続いて、津島海峡の監視パトロール任務を始めた。6月25日に、朝鮮戦争が始まり、 ジュノーは極東海軍司令官シーターナー・ジョイ中将が直ちに指揮可能なわずかな艦のうちの一隻であった。ジュノーは敵の上陸を防ぐため38度線以南を巡航し6月29日には住国港へ最初の艦砲射撃を行う。7月2日には最初の海上戦闘を行い注文津の近くで敵魚雷艇3隻を沈め海岸沿いに 地上部隊を支援した。7月18日、イギリス軍艦艇を含む艦隊は英徳近くの敵集結地に対して攻撃を行った。ジュノーは7月28日に佐世保を出港し、台湾海峡を通過、8月2日に沖縄の中ぐすく湾で第7艦隊に合流した。8月4日に台湾紹介部隊の帰還となり、10月29日に、 朝鮮半島東岸で活動する高速空母任務部隊に加わった。ジュノーは航空母艦に対する航空警戒を連日行い、その後1951年5月1日にオーバーホールのためカリフォルニア州ロングビーチに到着した。オーバーホール後は太平洋岸及びハワイ海域で作戦活動を行う。 1952年4月19日に横須賀に戻り、空母関西機部隊と共に韓国沿岸を攻撃し、11月5日にロングビーチに帰還した。その後ジュノーは艦隊演習及び作戦活動に従事し、1953年4月7日にノーフォークに到着、大西洋艦隊に再び加わる。5月13日、ジュノーは、 第6艦隊と共に出航し、10月23日に帰還した。その後も大西洋及びカリブ海で1954年11月18日まで活動し、最後の任務のため地中海に向かう。1955年2月23日に東海岸に帰還し、1956年3月23日にフィラデルフィアで予備役となる。 7月23日に退役、大西洋予備役艦隊フィラデルフィアグループ入りし、1959年11月1日に、除籍される。ジュノーは1962年に、ニューヨークのユニオンメタルズアロイ社にスクラップとして、売却された。ジュノーは、朝鮮戦争での戦考で5個の従軍聖賞を、受賞した。ありがとうございます。